工場、電、馬屋と車方面案内馬、この山の中腹にですね、まあ、あのお城の入り口を小口と呼んでいると、まあ、これはねお城ファンの方でしたらよくわかると思うんですけど、で小口からですね、今展望広場って名前ついてますけど3の段、この上が4の段3の段と、あの段々畑のようにですね山城、作られてますんで、それぞれに、まあ、あの車ですね、要はね、まあ、屋敷というか建物があったと。でこれは後世に建てられた碑ですけども、ここは展望がかなりいいですよね。ちょっと櫓がなくなってしまったのはちょっと残念ですけど、ここも整備されていてですね、こういう形で車っていうのは、まあ、こう何もない部分ももちろんありますしね、建物今の降りてきた4の段って書いてますね。こういうふうに段々畑のようにですね、山の中腹に、こうやってね、馬や車、この下もずっとですね、こう、まあ、遊歩道が今入ってますけど、段々になってると。長宗我部氏お工場と、あの櫓のとこだけ見てここ来ない人いますけど、これこっちの方が古いっていうか大事ですからね、はい、これは昔からあるやつですよね、はい、長宗我部氏お工場氏、長宗我部のですね拠点となった、後に、土佐からですね、四国全土に、まあ、派を唱えようと信仰したんですけど、まあ、四国統一はなってないんですけど、そのぐらい勢いのあった長宗我部氏、中でも長宗我部元親公、入り口に像がありますよね、の拠点となった、お工場ということで、今100名城ですか、にも認定されたということでですね、あの山城でね、あのなんかあの天守がないと魅力ないっていう方もいるんですけど、まあ、それはそれとしてですね、まあ、大きな建物っていうのは確かにないんですけど、こういったあの中世からの山城っていうのもですね、お城不安であればぜひ来ていただきたいと思います。あのなかなかこう魅力的なものを探し出すっていうのは難しいかもしれませんけど、まあ、ここは整備されてて、あの環境も良くですね、足場もいいですし、いろいろなこう車とか、ここでは4の段って呼んでますけど段ですよね、そういったもの礎石建物があったと、説明文もしっかりしてますので、ぜひ来ていただければと思います、はい、お工場